昨年は勝利だ万歳、そして今年はバルーン勝ちました。林和美の調教師でございます。おめでとうございました。どうもありがとうございます。やりますね。あの、まずはそのレースの方、率直なお気持ちから聞かせてください。そうですね、とりあえずまあ、今季初戦だったんでね、まあ、体的には体重的にはそんなに変わりがなかったんですけど、まあはい、やっぱりね、他にも、まあのね、オープンなんで鶴間ばかりのレースもあったから、はいはい、あれなんですけども、まあ上手に馬がレースしてくれたし、犬猫も上手にやってくれたので、はいはい、よかったと思います。まだ今季初戦なんですけれども、はい、仕上げ状態の方もある程度こう自信を持って、そうすると、そうですね、ある程度の走りはできると、まあ出れば人気になると思ってたんで、ある程度の仕上げはしたつもりなんですけれども、はい、まあそれでも思った以上に上手に競馬していく。今日のレース、まあ、はい、優勝という成果もそうですし、内容もそうですし、これ納得されますか。はい、そうですね、今日は井上さんが上手に乗ってくれて、よかったと思います。この後なんですけれども、はい、どんなとりあえずは、まあ、受賞路線ね、こうやって、はい、使っていって受賞路線で行こうと思ってます。八区の勢いでこういけるといいですね。まあまあそれはね、あれですけれども、まあ深めですね。いやそんなことない、深めでは、いやいやそんなことない、そんなことない。ただ、はい、やっぱりみんなね強いんでね、やっぱりそうですね、やっぱり展開もあります、うん、はい、小馬勢もレベルの高い中で ね、バルーンの活躍も期待したいと思いますけど、はい、さっき伺ったんですけど、はい、今日はい、先生お誕生日でいらっしゃる。そうなんです、ありがとうございます。だって生まれた時にはまだこの4月29日っていうのは、はい、なんと誕生日っていう祝日だったんですか。あ、私の誕生日です。いらっしゃいます、そこまで。生まれた時から私の誕生日。いや、今なんとか良かったです。はい、ありがとうございます。そうなんですね、おめでとうございます、はい、ダブルで、はい、そうですか、ちょうど半世紀。その人生、ちょうどそこにやってきたところでのなんかこう思いとかってありますか。年は取りたくないなと。そこっすよね。とりあえずそうですよね。そこですね。そこだと。ちょっと見たいところとか大丈夫ですか。血液検査でいろいろなところが引っかかるようになりまして。超プライベートのこと話してますけど。やばい。薬を飲まなきゃならなくなってきたっていうのがちょっと話。気をつけてください。健康でいらっしゃらないところ、はい。そうですね。馬みたいにちゃんとちょっと調教します。はい、自分をね、まず、はい、きっちり。ただ、はい、逆に、ね、その場一つの区切り、人生としての、はい、数字の区切りを迎えて、はい、なんかこう、逆に前向きに思うことっていうのも終わりなんじゃないですか、いかがですか。そうですね、まあ、まあ、皆さんがね、僕らの商売っていうのはやっぱり馬主さん、ね、ファンの方々あっての商売なので、まあ、これからも一生懸命努力して、まあ、北海道フェアは盛り上がってくれればと思います。むしろ今までと変わらずそうですね、はい、はい、はい、もうそんな感じです。はい、バルーンだけじゃなくて、ね、はい、他の、ね、馬たちの活躍も期待しております。はい、先生も最後にこれ一言、はい、皆さんにお願いします。今年も北海道競馬よろしくお願いします。皆さん買ってください、よろしくお願いします。ありがとうございます。林和弘調教師の話を伺いました。おめでとうございました。ありがとうございました。どうもすみません、失礼します。